井上昇は、愛知県保育園三谷町出身のプロ野球選手、コーチ、監督、解説者。岡崎高校では1952年夏の甲子園、県予選準々決勝に進むが、自習観光に敗退。高校の1年上に、石川勝彦、小沢重光がおり、いずれも、名古屋ドラゴンズに入団している。1953年に名古屋ドラゴンズへ入団。 瞬速高打の内野手と期待され、同年10月には二類手として5試合に先発出場。球団名が中日ドラゴンズになった1954年は、開幕からレギュラーとして起用され同年のリーグ優勝に貢献。初の規定打席にも達する。同年の西鉄との日本シリーズでは5試合に先発。州都内の名手であり、最終第7戦では、 川村秀文のシュートを捉える、決勝的次三塁打を放つ。1955年から1958年に4年連続で、ベストナインに選出されたほか、オールスターゲームにも5度出場。1957年は、開幕から5番打者を任され、4番打者としても37試合に、起用される。1958年には打率、280。 18本塁打の好成績を残した。1961年には、シーズン中盤から高木森道に定位置を譲り一塁一種に、回るが、自己最高の打率、293を記録した。1962年に半田春、ハンダ・ハル寺田洋介、長谷川茂夫との1対3の交換トレードで、南海ホークスへ移籍。同年は、 左翼手として74試合に、先発、3番打者としても9試合に起用された。その後も、中心打者として、活躍、1965年の巨人との日本シリーズ、第3戦では逆転となる敵字二塁打を放つが、この頃から、出場機会が減少。1967年には中日に復帰するが、同年限りで現役を引退。 引退後は中日で2軍内野コーチ、2軍打撃コーチ、1軍打撃コーチ、2軍監督兼打撃コーチを務め、1974年のリーグ優勝に貢献。対談後は CBC 解説者を務めた。2012年5月5日、脳出血のため、名古屋市内の病院で死去。77歳没。いずれも解説者として出演していたプロ野球中継の、 原稿タイトル。ありがとうございます。